ね、今日暑いよね。びっくりした、めっちゃ暑くて。前髪切ろうかな、そろそろ。いつ切る？明日？長い。何もアイロンしてないから余計に今もうちょい切りたい。前髪伸びるの早いかな、普通ぐらいじゃない。前髪分け、いや分けない、前髪は分けない。今日ブレスレット今日してない、出かけるときしか気もしないそんな家にいるときしないですね、部屋にいるとき。暑いからでは、暑いから何かなんだ、甘い髪今日前髪切る、どうしようかな、後で切ろうかな、アイロンしてないし今なら。後で切ろうかな。ブレスレット焼け、ブレスレット、いやブレスレット焼けも嫌だよ、それだから日焼け止め塗ってみたいな。そう、まあブレスレット焼けあんまりしないように。前髪切り返し嫌だね、したくないよちょっと前髪切るのに集中できない ここら辺が髪だらけになっちゃうし、蚊につくからさ、前髪切ってたらどうしても嫌だねそれ風呂も入ったよ、入ったさっき。え、昨日も暑かったんだよね、昨日結構外に出てる時間長かったからさ、めっちゃ暑かった。何にも見てないドラマ、何も見てない、最近全然見てないよ。本日クラシックティーラテしてます。あ、それねめっちゃ気になってたんだけどさ、本日クラシックティーラテってさ紅茶みたいな味がするのか、飲んだことなくて、そんなんか終わっちゃうみたいな、でみんななんか美味しいって言ってるから気になってるんだけど、紅茶飲めないから味によるけど、紅茶もそのタピオカ屋さんみたいな紅茶だったら飲めるんだけど、ゴゴティーみたいなやつは飲めない。あ、今日までだったんだ。
そう、もうクラシックティーラテって書いてあるからさ、紅茶っぽい味がするのかな。いや、もし買ってさ好きじゃなかったら最悪じゃん。そのか、でも終わったのか、じゃ飲めないわ。あ、紅茶感はない、紅茶感はないんだ、じゃあ飲めるのか。もうまあ終わったけど。明日まで、え、どっち、明日今日どっち、あれ、あ、明日までなんだ。え、どうしようか。え、紅茶感ない、紅茶。なんていうの、どんな味なんだろう。みんな美味しいって言ってるからさ、気になるんだけどさ。ミルクティー、あ、ミルクティーもダメ。紅茶、紅茶系が無理。紅茶が好きじゃないか。そのミルクティーも紅茶じゃん、だってあれ。そう、でもタピオカ屋さんのやつ飲める、ゴンチャとかは美味しいけど、なんか味が違う、紅茶感薄い、あれタピオカ屋さんのやつは。え、同じじゃないんだよね、ちょっと絶対、え、絶対違う、ほんと。なんかその売ってあるペットボトルとかのやつと全然味違う。同じ、いや違うよ味、そのペットボトルの紅茶とゴゴティーとかとゴン茶とか、そういうタピオカ屋さんのミルクティー、ブラックティーとブラックミルクティーとか全然味違う。紅茶感薄い、飲めるだ、飲めるもんだって、そっちのタピオカ屋さんのやつは。ペットボトルのやつはちょっと飲めない。紅茶何が、紅茶の匂いと味。え、匂いからしてちょっと無理なんだよね。え、でもクラシックティラテ、おじちゃんクラシックティラテは紅茶感あんまない、あんまないんだよね。じゃあちょっと飲んでみようかな、今度、今度って言っても明日までだから、明日だけど、明日行ってみようか、まだあったら。タピオカ屋さんのやつ飲めるんだよね、なんか。そう、ゴンチャとチャタイムだっけとか飲んだことある、ミルクティー。あと、でもそんなにいろんな店行かないからあれだけど、国道ミルク飲むことが多かったからあれだけど、ミルクティー、飲んでみようかな、明日あれば。明日も行こうかな。え、みんな美味しいって言ってるから。え、そう、気になって湧いたんだよね。レモンティー、レモンティー飲んだことない。でもレモンティーは大学が飲んでて、そう、でも匂いが無理だった。普通のほうじ茶、普通のほうじ茶飲んだことあるよ。ほうじ茶普通に好き。なんかほうじ茶、16茶、ウーロン茶とか
好き。普通の緑茶も好きだけど、そっちの方が好き。そういう緑茶も好きだけど、緑茶よりもほうじ茶、ウーロン茶、ジュロク茶、ソーケビ茶みたいな、あっちのお茶の方が好き。紅茶のお菓子、紅茶のお菓子はね絶対に買わないんだよね、紅茶が好きじゃないからそれで食べれなかったの嫌だから選ばない。そう、差し入れとかでやったとしても。もう紅茶って書いてるやつは絶対に選ばない。紅茶以外のお茶は大丈夫だ。怖すぎる、いや怖すぎるじゃない、紅茶飲んだことあるんだよねそれで無理だった。そう、匂いも味も好きじゃない。結構好き嫌い激しい、あー嫌いなものあるけど、でもそんな激しいわけではないかも。紅茶と絶対無理っていうの、紅茶とレーズンと、とりあえずと、あと人参、でも人参もものによるんだよね。スープとかに入ってる人参ならいける。人参でもなんかさ、そのハンバーグとかにさ、なんかそうやってある、ああいう人参ちょっと大きめのやつ、あれは好きじゃないあ、グラス、グラス好きじゃない、ね、グリーンピース、グリーンピースは好きだよ、美味しい。人参のグラスで無理だね。なんかあの人参の甘さがあんま好きじゃないんだよね。トマトはね、普通のトマトならいいんだけど、焼いてあるトマトは好きじゃない選ぶレーズン選ばない。そう、ラムは好きなんだよ、ラムは好きだけどレーズンが好きじゃない。まあ、でも食べようと思えば食べれる、レーズン食べようと思えば食べれるけど選ばない。でもそんぐらいかもしれない。あと春菊、春菊ちょっと無理だね、ちょっと味がすごい、そんぐらいかも。好き嫌いは、いや そんなに多くないと思うけどな、そんなに。だってレースなんてさ、そんなに食べる機会ないじゃんで紅茶もさ、そんななんか飲まないといけない場面が少ない。パクチー、パクチー食べたことないんだよね。人参はちょっと時々あるけど、人参物によるから、スープとかに入ってる人参はいける。なんか細かく入ってるやつ、みじん切りしてるやつとかならいけるけど、そのハンバーグの付けはなんかついてくる、ああいうなんかちょっと大きめにカットされてる人参とか、そう、煮物とかの大きいやつ、大きく入ってるやつはちょっと無理かも。ちっちゃめだったら食べるけど、人参のグラスとか。ああいうのはまあ好きじゃないか。で、あと春菊もさ、ほぼほぼないじゃん食べる場面が考えかな。人参はそんなに好きじゃないけど、料理によるんだよね。え、人参しりしりは好きあんま人参の味しない。ネタで無理なの、お寿司で。え、ないかも。でわさびあんま好きじゃないあのツンってくる辛さがあんま好きじゃない。一味とかは好きだけど、
高野豆腐、高野豆腐は好きむしろ好きな方だった。なんか高野豆腐のおばあちゃんが時々作ってくれて、なんか煮物み煮物なんていうの、なんか高野豆腐のなんか高野豆腐好きだった。全くないわけじゃないけど好き嫌い多い方でもないと思うけどな。青じそ、青じそドレッシングとか好きだよ。ドライフルーツって言ったね。ドライフルーツは、うん、嫌いってことではないんだよな。なんかもうそう人参とかそういうのに比べるとそこまでだけど、まあ、でもドライフルーツもそんな食べる機会ないからあれだけど。でも普通のドライフルーツ食べるんだったら普通のフルーツ食べたいって思っちゃう普通のレーズンとかもさ、そのレーズンだからあんまり好きじゃないんだけど、だってそのブドウとか普通に好きだし、いちごとかもリンゴとかさ、ドライフルーツにするとちょっと酸っぱくなるじゃん。普通のフルーツ食べたい。黄色いスイカないと思う。普通のスイカしか、でも普通のスイカもそこまでさ、私さスイカそんなに好きなわけじゃないから普通ぐらいだからスイカなんかほぼほぼ水分みたいな感じじゃん、種いっぱいあるし食べづらい。そこまで好んで食べないかもしれないか。種なしスイカ、種なしスイカ、あ、種が入ってないやつあるかな。カットされたやつとかな。でもそこまでなんだろう、そんなに自分から進んでめっちゃ食べたいってなるほどではない嫌いなわけじゃないんだけど別に。一番好きなフルーツ、一番は何だろう、分かんないな。でもフルーツは基本、スイカはそこまでだけどそれ以外結構好きだよ。リンゴってキウイも好きだし、オレンジ、みかんも、桜も美味しいよね。リンゴ好きだね。フルーツ基本スイカはそこまでだけどあ、桃はそこまで好きじゃないかも。メロンぐらいな感じだけどメロンじゃない、間違えた、スイカ間違えた、50分ありがとう。スイカぐらいでも基本好き。フルーツランキング見ます。55分になったのでよし、じゃあ13位からランキング見ます。13位、ラクラクさんありがとうございます。12位、あきひこさんありがとうございます。11位、筋肉愛好家さんありがとうございます。10位、ごめん先生さんありがとうございます。9位、カズさんありがとうございます。8位、W1 やっとマーク影の守護神さんありがとうございます。7位、トアさんありがとうございます。
6位香港の春もアットマーク、京香織さんありがとうございます。5位ラスカールアットマーク、たむたむさんありがとうございます。4位としのりさんありがとうございます。3位バトニーさんありがとうございます。2位シーさんありがとうございます。そして1位が丸岡優希さんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信も23時台かな、23時過ぎくらいからすると思います。ですね、明日行こう、スタバ明日も出るらしいから、ほうじ茶クラシックティーラテ、ずっと気になってたんだよね。でもさ、ティーってつくからさ、そう、紅茶の味がめっちゃする感じだったら紅茶好きじゃないからあんまりかなって思ってたけど、そんなに紅茶がないって言ってたから、みんながちょっとティーやかな。メロンはね、飲みたいと思ってるけど、また今度かな。でも明日なかったら、明日そのほうじ茶クラシックティーラテがなかったらメロンか。ティーイコール茶だから、そう、何々ティーみたいなやつがさ、そうそうなんだよね、基本飲まないからさ。ミルクティーとかレモンティーとか、そう、基本も好きじゃないから買わないようにしてて、買って好きじゃなかった時が最悪じゃん、せっかく買ったのにみたいな。だから、そう、みんな美味しいっていうか気になっておいたんだけど、飲んだことなくて、もう終わっちゃうし、ちょっと買ってみようかな。明日行こう。レモンティーは紅茶の、レモンティーは飲んだことないんだけど、なんか近くで飲んでる、そう、誰か飲んでて、で、匂いがね、紅茶の匂いがすごいして無理だった。匂いで無理ならさ、絶対飲めないじゃんそう、紅茶の匂いがした。紅茶はね、普通の紅茶と確かミルクティー飲んだことあるんだけど、ちゃんとペットボトルの紅茶と、ミルクティーは缶に入ってるやつだったかな、味が好きじゃなかった、どっちも。そっから飲んでない。あ、もうちょっとで終わっちゃうか。じゃあ明日も23時過ぎぐらいからやると思います。配信。じゃあそろそろもうちょっとで切れるので、ありがとうございました。また明日。おやすみなさい。あ、もうちょっとだよね。50秒。オッケー。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。また明日。おやすみー。